山口を出て30分ぐらい経ちました。各駅停車に乗って広島に向かっております。今は徳山に泊まっています。次は串ヶ浜です。ただいまの時間は10時49分、普通電車各駅停車で、広島に向かっております。出発して今から次の出発地の広島に行きます。父ちゃん、ちょっと携帯貸してくれる？え？なんで？あかんの？あかんの？え？次の駅調べたんやけど、あかんの？ダメみたいですね。ちょっと調べる手段がないです。次は大畑、大畑です。まあこんな感じになりますよね。到着時には荷物は膝の上か網棚の上にお願いします。二人とも YouTube を見ております。暇を潰すにはこれしかないですね。はい、ただいまチェックインしました。今日も昨日と一緒の系列のコンフォートホテル、広島、駅より、近くですね、路面電車で10分ぐらいかな。そこで、こちらの、ホテルにいたしました。お部屋はこんな感じです。ベッドも、幅が140センチあるので、子供と私と3人では十分かなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、シンプルな感じですね。朝食付きです。で、子供も朝食ついてますので無料で、しかも、子供が2人いても宿泊添い寝で無料です。はい、こんな感じですね。では今日はここで一泊します。
いホテルにチェックインしました。今日はですね、もう疲れてまして、3人ともちょっと疲れてて、ホテルで、食べようと、外にはもう食べに行かずに、家で、ホテルで食べようと思います。で、隣がコンビニだったので、そちらの方でカップラーメンを買ってきて、今日はこれで済ましたいと思います。また明日に備えて、今日はもう寝たいと思います。ではおやすみなさい。こんな感じでずらーっとお好み焼き屋が並んでます。すごいね。ここがなんて読むのかな、れいちゃんかな、並んでるとこ。すごいね、めちゃめちゃ大きいな、ここ。有名らしいよ、ここは。広島駅の、みっちゃんお好み焼きで食べたいと思います。結構あまり並んでないので、隣の、みっちゃんはすごい行列です。はい、美味しそうなお好み焼きが並んでいます。ありがとうございます。美味しそう。ちょっと断面見よっか。断面を見ましょう。そのちっちゃい丸いの食べんといて。こんな感じ。チーズが伸びた。チーズ入りだから美味しいね。見てママ。すごいねこれ。ママ。ん？伸びた。ママ。美味しそう。ママ。何？伸びた。伸びたね。伸びたい。はい。はい、ありがとう。いただきます。ママ、美味しい。美味しいね。ママ、見て。うん、見たよ。伸びた。はい。これもチーズ入りだからめっちゃ伸びるよ、ほら。すごい。いただきまーす。さっきもめっちゃ伸びた。何取ったらダメ、何取らまたジュースをこぼして、またカバー外しました。これで2回目です。とりあえずメッシュなんで、一応空拭きをしてこれで帰りたいと思います。また濡れたのは、もうこのカバーはまたちょっと持って帰ります。ね、ハプニングばっかなのよ。今広島です。今日は、この新幹線に乗って大阪まで帰ります。結局帰りはですね、18切符はちょっと使わずに、ちょっと子供たちが結構限界なんで、こちらで帰りたいと思います。
しょうか。